どうもどうもナッピーです。今日はリーメントのプチサンプルシリーズ、ズボラちゃんのお部屋事情、こちらを開封していきます。以前動画で紹介したオレンジクルのリーメントが男の子の部屋だったので、こちらは女の子の部屋です。まず一箱目、ザ・ズボラ飯。テーブルはおしゃれなんだね。これいろいろ使えそうな形でいいね。でお鍋で、お鍋のまんま食べちゃうよってことなんだね。菜箸もこんな感じで、おう、くっつきます。すごい。で麦茶、健康美茶。あ、蓋も開きます。あ、ちゃんと飲みかけなんですね。ここまでしか入ってない。ミニシートはファッション雑誌ファッション。このピンクメイクポーチが付録でついてきてるからと思って、入ってんの？と思ってみたけど、入ってそうじゃないです。あ、これは入ってんだ。コンタクトレンズ。ここだな。はい、2箱目。一人映画祭。テレビが入ってました。これさ、やっぱりオレンジクルのテレビはこんなに大きかったんです。女の子だから、テレビこんくらいちっちゃいです。ポテトチップ、プチビーだって。カルビーじゃなくてプチビーって可愛いね。おお、あ、これもちゃんとバラのポテトチップが入ってます。ポテトチップもオレンジクルの時あったんだよな。やっぱ開け方がさ、男の子だからバッて開けちゃった感じで、女の子はさ、ここ閉じてます。細かい。テレビにこのディスクが入るようで、君の名はじゃないよ、君の名前これがこのテレビに入るんだって。お、ただ入って取り出せるってことになってます。で、これがレンタルで借りてきたケース。 DVD はデリケートです。取り扱いに注意してください。おー、リアル。で、これがレンタルのとこのバッグ。おー、え、レモンサワー。あ、これがさっきの君の名前のテレビ画面なんだね。で、これがマツコでしょ。これはレンタルビデオ店会員証。お、名前が入っている。プチナガモモエさんなんだって。2020年4月30日までの期限でもう切れちゃってる。ちなが桃江ちゃん、もしやと思って、このオレンジクルの7番に入ってるアルバム、これにプチナが桃江ちゃんがいるのかと思ったらいます。ここにほら、桃江ちゃんいる。このオレンジクルは誰だったんだっけな。
高橋くんなんだな。高橋くん、これか。高橋プチローくんだったんだっけ。もう忘れちゃった。やっぱつながってるんだ。この中に桃江ちゃんのメッセージ、あったあったあった、プチ長さん、高橋くんへ最高の1年、大学生になってもイケメンでいてください。あれ、このプチローさんの彼女って誰だったんだっけ。もう忘れちゃった。分かった分かった、プチカちゃんとプチローさんが彼女付き合ってたんだよね。これだ、プチカちゃんがこれで、で今開けてるプチ長さんがこのメッセージ書いた人なんだ。つながってる。やっぱりやっぱプチサンプルすごいよね。ちゃんとつなげてくれてるよ。本当はこっちのズボラちゃんが先に発売で、オレンジクルは後に発売されてます。私逆に買っちゃったんだけど。はい、では3箱目、干しっぱなしの下着たち。ちょっとパンツが出てきました。このね、パンツがこの洗濯バサミにくっつくんだと思うんです。おお、ほほほ、あ、つかないとこもあるけど、こうか。あ、ちゃんとここも回ります。で、ゴキバスター。ゴキブリ出ちゃうんだ。無香料。出たらやだもん、買っとくよ。あとこれが枯れかけてる植物かな、ズボラちゃんだから。あとチェストが出てきた。あとこれがお掃除ワイパーウェットシート。これのミニシートが結婚式の招待状。お、また新しい人が出てきた。プチ村翔太くんとプチ山愛さんが結婚したの。じゃあまたこれ見なきゃ。いないね、プチ山愛さん。いないね、ちょっと残念。いたら面白かったのに。はい、4箱目。壊れそうなものがいっぱい入ってんのかな。こんな紙の箱で入ってます。外ではちゃっかりいい女。あ、これ鏡なんですね。これを貼って鏡にするんだ。ヘアアイロン、これ多分あの延長コードも入ってると思うんで、それで刺してみます。コンタクトレンズの箱。あ、ちゃんとコンタクトレンズも入ってます。外ではちゃっかりいい女だから、きっとこれカラーコンタクトなんですよね。普通透明だもん。こんな輪っかが見えるってことはさ、ちゃんとコンタクトのケースも蓋が開きます。うん、これ結構ちゃんと閉まる。視界くっきりや柔らかなつけ心地。これでプチ化粧水1本でしっとり潤う、オールインワン化粧水、 BB クリーム、口紅。おう、ちゃんと締まります。ミニシートが、お、ご祝儀袋、金30,000円。さっきの結婚式に持ってくご祝儀袋ですね。結婚式に出席するんだ、桃江さん。あ、なんだこりゃ。
物置とカス、このこれ私組み立て方わかんない、完成図がわからない。こうか、あ、これが起き上がる。あ、これでなんだっけ、これわかった、ワンダーコアです。調べちゃいました、懐かしいと思って。これでここにこうしてシャツをかけるのに使っちゃってるってことでしょ。それでこれがレモネードガール、ママレードボーイじゃなくてレモネードガール、3冊あります。プチさん、それでこれがモップ、あ、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった。よし、くっつきました。よし、これでお掃除モップ、おう、汚い汚い、見えるかな、最初から汚い。あとバッグ、ティッシュの箱には本物のティッシュを入れて遊んでね。これもオレンジクルの時作ったの。あ、これだ。あ、私ほらビニールつけてオレンジクルの時はティッシュ作りました。これオレンジクルのやつは鼻リッチで高いティッシュなんだけど、女の子の部屋の方がたくさん入って安いやつ、ズボレちゃんだもん。それでミニシートが、を目指せマイナス5キロ。プチシップ、あれ痛いんだ。シップが入ってます。これワンダーコアをやったから筋肉痛になっちゃって、シップなんだね。はい、これで6箱目。半額タイムを狙って、このお惣菜が半額で買ってきたんだね。こっちがポテトサラダで、おう、こっちがなんだ、ブリの照り焼きかな。パチッと閉まるわけじゃなくてプカプカだけどハマってます。あ、これに半額シールを貼るんだ、後で貼ります。で、これがトイレットペーパー、プチロール。どうやって組むの、これ。ベロベロってなってるだけなんだけど。両面テープも特についてない。あとでこれも多分両面テープで貼っていくのかな、自分で。で、こう包むみたいです。スーパーの袋も、この時はまだ普通に袋くれてたんだね。今もう有料になっちゃったけど、とヨーグルト R1 じゃなくて RM リーメントってことかな、プチサイズのヨーグルト、これバラせないか、きっと土台にくっついてんのかな。これのミニシートは、お、インスタント、レトルトカレー、プチカレー、中辛。オレンジクルもカレー、レトルトなんか持ってなかったっけかな。レトルトの牛丼だったんだ。牛丼。桃江ちゃんのお家はプチカレー。プチマーケットのポイントカード持ってます。
あとまたレシートポテトサラダとブリの照り焼きヨーグルトプチロールポイントが結構溜まってんの累計ポイントが2003点も溜まってるよズボラちゃんだからポイント使ってないんじゃないこれはい7箱目ちょっと待ってすさまじくいらないものが出てきましたこんなボールいらないんだけどネット通販の甘い誘惑バランスボールを買っちゃったんだいらないこれいらないもうミニチュアでもなんでもないよこれただのボールいらないボールをネットで注文したってところからでシェイプアップドリンクこれが3種類味が入ってそうです1袋約150キロカロリー3袋入りこれを飲めば1食分のお腹いっぱいになるのかなビガンローラー特にローラー回るってことではないですあとアマゾンじゃなくてプチゾンこの中に入ってきたのかな。入りません。まあこれはきっと空気抜けた状態で入ってきたってことなんだろうけど。1箱目の最後。今日もいつの間にか寝落ち。こんなベッドと布団ですね。シワクチャになってる布団。あと抱き枕かな。枕。プチスプレー。あとレモネードガール。3巻はもうすでに入ってて、それの4巻目ですね。読んでる途中なんだ。うわ。よかったら使ってありがとうだってあとスマホ充電中ですねこのスマホにこのシールを貼るみたいですここが延長コードちゃんと入ります先に出てたヘアアイロンもこの延長コードに入るんだと思うんですほらこんな感じでおうミニシート切り抜いてしまったんですけども桃江ちゃんのこれ給料明細です2018年4月有給は1日も使ってないです20日出勤して時間外労働18時間それで手取りが19万こんなね通帳も入ってるの金額はちょっと小さすぎて読めないですあと電気料金30アンペアで4月が5614円すべてミニシートを切り取って組み立ててみましたこれが結婚式の招待状の入っている封筒ですねと返信用のハガキあとご祝儀袋湿布も中に入ってますカレーとあとトイレットペーパーこれはセロハンテープで底を貼ってあとは両面テープを使って
ありました。あとティッシュ、あと片付け方法のご紹介で、私はこの100均で売ってるケースに入れてます。どこに何を入れてるか分かんなくなっちゃうので、外箱からこの切り抜きを貼って1番2番と貼って、まあ3番4番、だいたいそのあたりに入れてます。で、大きいものはここに入れて、あとこれが今回ついてたコードの、長い細いコードのついてるものが、このまま入れとくと曲がったまんまになりそうだったので、ちょっとストローを切ってここに入れて、ファスナー付きの袋に入れてこうしておきます。あと平らなものもこの袋に入れて、で無理やり閉めちゃいます。でタイトルをこちらとこちら側に貼っておいてます。ボールとこの大きなベッド、これは入らないので、入らない大きなものを入れる用の、これも100均のケースです。このあたりにもうごちゃごちゃとパズル状態なんですけど、こんな感じで大きなものはこの中に入れて、それ以外はこうして入れてます。これ積み上げができるので、こうして重ねて置いとくことができます。いかがでしたでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。